こんにちはようですそれでは今日も元気よくお金の勉強をしていきたいと思います。今日のテーマはこれですね。金持ちになりたい人が絶対に聞くべきタルムードの小話、正直な仕立て屋。こういうテーマで話をしていきたいと思います。今日の動画は大人気タルムードシリーズ、お金持ちになるための大原則を解説しています。今回のお話も豊かに暮らしていくためにとても重要な話ですね。 さて、世界の人口の約0.25%に過ぎないユダヤ人なんですけど、ノーベル賞受賞者の20%がユダヤ人、ユダヤ系含むって言われていて、ホーブスが公表する長者番付でも上位人には常に彼らがいます。それほどユダヤ人っていうのは頭脳が優秀、大金持ち、成功者が多い、こんな風に言われてます。彼らの成功の土台になっているのがタルムードなんですね。この書物に書かれているお話には、現代の日本を生きる皆さんにとっても非常にね、参考になります。 で、この動画では正直な仕立て屋っていうお話を紹介します。果たして正直な仕立て屋はハッピーエンドを迎えるのか、それともバッドエンドを迎えるのか、ぜひ最後まで聞いていってください。ちなみに注意点が一つありまして、厳密にはヘブライ語で書かれたタルムードのみが聖典とみなされるとのことで、他の言語に翻訳されたものは語訳の可能性があるためですね。なんで、この動画ではユダヤ人の成功哲学タルムード禁言集のようなタルムードを日本語で解説したものを参考にして、僕なりの捉え方を解説していきます。 より詳しく正しく学びたい人は、ユダヤ人とかね、ユダヤ教の専門家、専門書等を通じて学んでください。ということでね、えー、本題入っていきましょう。正直な仕立て屋のあらすじ。ある国で大干ばつが起こりました。作物は枯れ、家畜は死にたい。国中の人が困っていたところ、聖職者の夢の中で神様のお告げがありました。仕立て屋に祈りを捧げさせなさい。そうすれば大地に雨を降らせよう。こういう神様のお告げがあったんですね。 ところが、下手屋は学問のない人でした。神へ祈るためのヘブライ語もわからないし、聖書の内容もよく覚えていない。だからはじめ聖職者は、きっとこの夢は間違いだ、そう思って無視しました。そして聖職者は、学のある人たちを集めて祈らせましたが、やはり一向に雨は降りませんでした。その間も、下手屋に祈りを捧げさせようっていうお告げは、繰り返し繰り返し、何度も夢の中に現れました。そこでとうとう聖職者は下手屋に祈らせることにしました。 人々の代表として祈り台に登った下手屋はいつも使っている薪尺を持ってこう祈りました。神様、私は下手屋を始めて40年になりますが、ただの一度も人を騙したり、ずる賢い商売をしたことはありません。この薪尺をご覧になってもお分かりの通り、全く狂いのない正確な薪尺を使っています。他の人は違います。わざと目盛りを狭くした薪尺を使って生地を多く使ったように見せかけ、高い料金をぼったくる下手屋、わざとはりを狂わせて粉の量をごまかす粉屋、 同じように、はかりを狂わせて油の量をちょろまかす油屋。でも私は違います。そういうことは一切していません。どうぞこの私の正直で適正な商売を評価していただけるならば、何とぞ雨を降らせてください。すると、ついに雨が降り出しました。その雨で国中が救われました。これを知った人々は自分の店に飛んで帰り、はかりや薪尺を正しいものに直しました。こういう話です。いや、子供の教育にも良さそうな、もうまさに教科書的なハッピーエンドですね。でも、 ぶっちゃけ、なんかね、この話聞いて皆さん、違和感ありませんか何も感じなかったって人は、コナン君のようにアンテナを立てて、ぜひもう一度話を聞き直してください。この話のポイントを二つ解説しつつ、最後に僕の違和感についてもね、解説していきます。正直な下手屋は何を伝えるお話なのかこれをお話ししていきます。一つ目、正直な下手屋は、学問よりも正直さってことを伝えるお話ですね。現代風に言うなら、マインドが最重要、スキルは二番目、こんな感じでしょうか もちろん、このチャンネルでも繰り返し伝えている通り、知識やスキルは武器にも防具にもなる大切なものです。でも、これだけが先行しても、本当の豊かさは手に入りません。ヘブライ語が読める人の祈りでも、聖書を覚えている人の祈りでもなく、正直な人の祈りこそが、神様に届いて、恵みの雨につながるってわけですね。って言うとね、おいおい、なんだよと、学長スピリチュアル的なお話かよって思いきや、実はね、最近になってこれに近い話が科学的にも証明されたんですよ。 シンクシビリティ、礼儀正しさこそ最強の生存戦略であるっていう本があります。クリスティーン・ポラスっていう人が20年かけて行った職場のブ無ーサーについての研究をまとめた本です。日本でも10万部以上売れたベストセラーなんですね。皆さんの職場にこういうブレ礼者いませんか 例えば部下に対して、お前は本当にグズだなと、給料泥棒は明日から来なくていいぞ、なんて言ってしまう上司とか、後輩に対して、お前みたいな脳なしのフォローをする身にもなってみろよ、なんて言ってしまう同僚、取引先には、ごめーん、仕様変更よろしく、みたいな。 報酬そのままに決まってるだろうみたいなね。こんなこと言ってしまうマネージャーとかね。追加機能が発生してるのにね、お金を追加で払わないとか。こんな感じで、人を見下すような発言をしたり、パワハラを繰り返したり、江戸時代だったらもう切りしてごめんされるような無礼者ですよ。一人や二人必ず職場にいると思います。 シンクシビリティではこういった無礼な態度を取る人が職場にいるだけで48%の人が仕事にかける労力を意図的に減らすもう嫌になっちゃうもうこのぐらいでいいやってやっちゃうってことですね38%の人が仕事の質を意図的に下げる80%の人が無礼な態度を気に病んでしまい仕事に集中できなくなるといったことが実証研究の成果として示されてるんですね要するに無礼なやつが偉そうにしている職場ではみんな頑張れないんですよ 実際職場に無礼な人がいるってことを原因に約10%の人が転職を経験しているとのことです実際転職まで行かなくってもねもう転職したいやめたいぐらい皆さん思ったことあるんじゃないですかこういう無礼な人がいるとねその一方で礼儀正しい人っていうのは圧倒的に周りに大切にされます僕の周りを見渡しても成功している人豊かに暮らしている人には礼儀正しい人が圧倒的に多いんですね 正直とか、優しい、ギブの気持ちに溢れてる。人を大事にする。そりゃこういう人だったら周りほっとかないですよね。助けてくれる人が増えるし、チャンスも増えます。で金持ちは嫌な奴が多いとか、そんなイメージ皆さんありませんかなんか成功者ってね、冷徹とか厳しい。こんなイメージないですかね、えー。日本昔話とかあんなんでもね、大体お金持ちって嫌な人が多いですよね。でも、現実世界むしろ逆ですよ。成功してる人、豊かに暮らしてる人は、圧倒的に礼儀正しい人が多いし、いい人ほんと多いですよ。 いくらお金を持ってても嫌な奴っていうのはね、人が離れていきますから、一時的にお金を持った人も長い目で見たら、無礼者はみんなね、消えていきました。<music> シンクシビリティを呼んだ時、僕はユダヤの歴史の中で受け継がれてきた英知が科学的な研究で証明されたんだな、こういうふうに感じました。 おばあちゃんの知恵袋が数字で証明された的なね。で、僕がこのチャンネルで直接的なお金の知識だけじゃなくて人生論もいろいろとお話ししているのは歴史的な知恵として実証研究で明らかにされた事実として自分自身が身をもって感じてきた体験として学問より正直さ、スキルよりマインドだって真底を考えてるからです。姿勢さえ正しければスキルも結果も後からついてきます。 考え方とか性格のいい人はやっぱりねスキルも結果も後からついてきて結果的に成功してる人が多いんですねこれが一つ目ですで次二つ目正直な仕立て屋は適正な商売は神様に愛されるってことを伝えるお話です仕立て屋は40年間の長きにわたりただただまっとうな商売を続けてきたわけですねヘブライ語を学び続けたわけでも聖書の暗記に精を出したわけでもなく正直で適正な商売を続けてきたことが神様に指名され祈りを聞き届けられる結果につながったわけですよねでは 適正な商売とは何かってことなんですけど、それはいわゆる三方よしの商売のことだと思います。売り手よし、買い手よし、世間よしってことでみんなが喜ぶ商売ですね。個人的にはウィンウィンっていう言葉よりも三方よしっていう言葉の方が好きです。僕の経験から言うと三方よしにならない商売は長い目で見れば続いていきません。誰かが無理をしている商売はどこかでほころびが出るものですね。 例えば、ケーキの売り手に無理をさせて、このいちごケーキ200円で売って、みたいな感じで買い叩いたら、うまくいって1回は200円で買えたとしても、もっといい買い手、お客さんを探すために去っていったりとか、利益がなさすぎて潰れてしまったりして、結局ケーキを売ってくれる人がいなくなってしまいますよね。買い手に無理をさせて高く売りつけたら、世間の役に立たない商売であったら、もうどちらも同じ話です。短期的には稼ぐことができても長くは続きません。 お金儲けは汚いって思ってる人は、従業員を働かせまくって搾取するとか、お客さんにぼったくり商品を売りつけるとか、正直でも適正でもない商売ばかり意識してしまっている。こういう商売しか見たことない人はこういうふうに思っちゃうんですね。でお金儲けは汚いものって思い込みで、適正な商売とエグい商売。この二つの区別がつかない人は、決してお金の神様に愛されることはありません。これが二つ目ですね。 次に僕が感じた正直な仕立て屋への違和感とは何かこれについて話しますここが一番今日伝えたいところですね一見ただのいい話に見えたこのお話僕が違和感を覚えたのはどこかっていうと他の奴らは正直じゃなかった私だけは正直だったんだっていう仕立て屋の神に対する祈り方ですね僕の感覚ではもしこの話に続きがあるならこの仕立て屋はいずれバッドエンドを迎えます理由は豊かになる正直者からバカを見る正直者へと変貌したからですね 今日のお話を聞いて、そもそもこんな風に感じていた人もいるかもしれません。正直者が豊かになるとか、タルムードも学長も綺麗事ごと言いすぎだよとか、もうはいはい昔からそういう話聞いたよとかね。道徳の教科書では正直者が報われるけど、現実世界はそんなに甘くないよとかね。確かに現実の世界では悪賢い方がお得に見えたりもするんですよね。ミスを正直に報告したらめっちゃ怒られて元気になったとか、ミスを黙っていた同僚はお咎がめなしで済んだとかね。 こんな感じで正直者が損をしているように見えることって結構多々ありますよね。だから僕は正直でした。神様に愛されましたよ。みたいなそんな話を聞いても理不尽にまみれる現実社会で生きる大人からすると正直者なんてバカ見るだけじゃんって感じてしまって納得できないってわけですよね。えー、さて正直者はバカを見るのかについて僕は先ほど言ったように豊かになる正直者とバカを見る正直者がいる。こういうふうに考えてます。 豊かになる正直者っていうのは自分の信念として自分が正直でありさえすればいいって考える人ですね。他人からどう見られるかもどうでもいいと。とあくまで自身の内面の問題として突き抜けて自分の正直さを守り抜ける人ですね。聖職者も国民たちも誰もこの下手屋の正直さなんて気にも留めてなかったわけですよ。誰も評価していなかった。だから祈らせようなんて思いもしなかった。 だだけけけど神様だけは見ていたわけですよねこの下て屋が40年にわたり不平不満を言わずに誰も見ていないところでずっと正直を貫き通していたからこそ祝福されたわけですよね。誰も見てくれていないと思ってたのにあの人はちゃんと見てくれてたんだ。皆さんにもこういう経験ないですかこれこそがまさに豊かになる正直者ですよね。 一方で、バカを見るタイプの正直者は、自分はせっかく正直に生きているのに、他人にも正直さを求める人ですね。この仕立屋は、せっかく正直に今まで生きてたのに、最後の最後で、なぜか唐突に他人を自撮り始めたわけですよ。他の仕立屋も、粉屋も油屋もって、ね、誰も正直じゃない。俺だけが正直だったんだ、って。こんなこと言ってたわけですね。 自分の正直さだけを伝えればいいのに、自分を上げるために他人を下げ出したってなんでやねんみたいなね。この状態は例えば、社長に正直さを買われて部長に昇進させてもらったところで、昇進した瞬間に責任の恨みを晴らすかのごとく、他の奴らは不誠実な奴らだったんだと。ほら見ろと。みんな俺みたいになるべきなんだよって叫び出したようなもんですね。職場でちょっと地位持ったりとかお金を手にしたら他人をディスり始める人結構いますよね。 でこういうことを言ってしまう人はたとえどんなに正直でもその正直さが報われなくなることが多いんですね。自分の周りが敵ばっかりになるからです。だってこんなこと言われたら周りの人嫌でしょ他人に評価されないから正直な態度を取るのをやめる。自分が損するから正直な態度を取るのをやめる。報われるために正直な態度を取る。こういうのは打算的な正直さですね。幸い今までの誠実な態度を評価されてか下手屋の祈りで雨は降りましたよね。 だけど、もしこの仕立て屋が今回の件を実績として、みんなももっと俺のように正直に生きるべきだ。こんな感じで他人に正直さを求める人になってしまったら、いずれ誰からも祝福を受けられなくなるでしょう。豊かになりたければ、とにかく自分に対する正直さだけにフォーカスするのがいいです。正直に生きるかどうかっていうのは、自分だけの問題であって、社会問題ではありません。ここを混同して、時には怒りまで持っちゃう人がいるんで、なんでこんなに俺は正直に生きてるのに、あいつは正直に生きれないんだとか、これは要注意です。 自分が胸を張れるように正直に生きていたら、いずれ誰かが祝福してくれるっていうのはまさにこのお話の通りですよね。ということでまとめいきましょう。あくまで自身の内面の問題として自分の正直さにフォーカスしようと。ユダヤ人の人生の羅針盤とも言える書物タルムードから正直な仕立て屋のお話を紹介しました。学問はないけれど40年にわたり正直で適正直で適正な商売を続けてきた仕立て屋。彼が祈ることで干ばつに苦しんでいた国に雨が降って国中が救われたんですね。 正直者が豊かになるっていう原則を伝えるためのお話です。このお話のポイントは2つです。学問より正直さが大事だよと。マインドが最重要でスキルや知識は2番目。ユダヤの歴史的な知恵とか最近の実証研究、僕自身の経験、どこから見てもこの順番は変わりません。やっぱり正直さとかね、真面目な人とか、えー、そういう人がやっぱりね、最終的に成功しますねで。2つ目。適正な商売は神様に愛される。売り手よし、買い手よし、世間よしと。 こういう散歩よしの適正な商売をする人は豊かになります。適正な商売のオーナーになるっていうのは経済的成功のための大原則の一つですね。綺麗なお金儲けは神様に否定されるものではありません。むしろ愛されるってことですね。最後に僕の個人的見解として、豊かになる正直者とバカを見る正直者、この二者の違いについて触れました。この下手屋が豊かになる正直者からバカを見る正直者に変貌して、バッドエンドを迎えるんじゃないかなってちょっと心配です。 自分の正直さを声高に叫んで他人に正直さを強いる。こういう人の正直さの背景にあるのは打算ですね。正直でいるかどうかっていうのは個人の内面的な問題であって社会問題ではありません。とにかく自分の正直さにフォーカスしていきましょう。ということで以上参考になれば嬉しいです。今日が人生で一番若い日です。本当にタルムードのお話って成功哲学だらけですね。5000年の知恵だけあってどれも豊かに暮らしていくためにとても重要なことを教えてくれます。 今回の話が面白いなって思ってくれた方は、他のタルムードシリーズの動画もぜひ見てください。この動画の概要欄から飛べます。人がどうかじゃなくって、自分がどうありたいのか、この軸をぶらさないようにしましょう。自分の軸がまだ定まってないって方はいつも言ってますけど、人生の価値観マップ作るようにしてくださいね。ということで、これからもしっかり学んで行動して、ゃジェンドゥミチャでネきましょう。終わりたいと思います。今日も、ありがとうございました。今日も気をつけて行ってきてね。